皆さんこんにちは。 企業の現場に入っても今日を絶対達成させるコンサルタントアタックスセールスアソシエイツの横山です。洋裁管理大学へようこそ。本日のテーマは、なぜ営業活動に大量行動は必要なのか。4つのポイントです。今日の話はめちゃくちゃ重要かなというふうに思います。こちらの YouTube チャンネルは、日立製作所で SFA、CRM の設計開発、導入支援をやってきた横山が、営業目標を安定的に達成させるためのマネジメント、仕組み、スキルをご紹介する、そういったチャンネルになっています。ぜひチャンネル 登録よろしくお願いしますで今回はシステムエンジニアだった私がちょっと非科学的な大量行動の重要性についいいいててお話をしていきたいと思いますこちらの書籍とかにもある通り私の絶対達成の書籍って、まあ、大体大量行動のことが書いてあるわけですね昔ながらの人は「その通りだ!」って言ってくれるわけですよ その通りだよ横山さんやっぱり量をこなさない限り絶対営業活動ってうまくいかないんだよねって言ってくれる人もいれば逆にいや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 めちゃくちゃ古い考え方だなと数打ち当たるっていう発想ですかいくらなんでもその発想今ないでしょうもともと日立製作所でシステムエンジニアとかねしかも SFA の CRM の設計開発とか導入支援をやってきた横山さんがなぜそんなもうまさに昭和的な 昭和の話大量行動の話をするんですかって思うかもしれませんけどもこれをロジカルに皆さんにお伝えしていきたいと思います大量行動の重要性4つのポイントって 言いましたねこの4つとは何かもう先に言っておきます1つ目が無意識的有能状態2つ目が対数の法則そして3つ目が最低必要努力投入量4つ目が単純接触効果これなんですよこの中で一番重要なのはどれかっていうとまあ一番初めかなやっぱり無意識的有能状態になるために大量行動が必要だっていうことなんですけども、まあ、最低必要努力投入量を知るというためにもめっちゃくちゃ重要かなどれもすごく重要なんですですから是非この4つのポイントを押さえて いいたただきたいそしてこの動画最後まで見ることによって必ず皆さん安定的に達成できるようになります営業目標がぜひ最後までお付き合いくださいそれではいきましょうまずはこの4つのポイントのお話をする前に皆さんがよく知っていることわざとかなんかキーワードをご紹介したいと思うんですねまずこれ「良質添加の法則」聞くよね「良質添加の法則」 これは量は質を量がするという意味ですよね。量をやることによって数繰り返すことによって一つ一つの行動とか作業の質がアップするよね。だから質を上げるためにはやっぱり量をこなすことが重要だという非常に有名なことわざで多くの人がその通りだ って思うわけですよ質を上げたいんだったらまず量をこなさなきゃいけないじゃんっていうことですね、うん、だけどいやいやいや営業活動においててはどうなんですすかっていうこともありますよねお客様との接触回数これをどん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 繰り返すことによってうんお客様との商談の質がアップするいやなんかそれ違うような気がしますよと商談の中身を工夫して変えることこそが重要なんじゃないんですかとそれが営業生産性アップに、まあ、一番近道な方法なんじゃないんですかって皆さん思いますよ うん、何が大量行動だと実際に自分もやってみたんだけれどもバカみたいに数をこなしていってじゃあ成果が生まれるかっていうとそんなことあるわけないじゃんっていうことをよく言われることがありますうんどうなんでしょうかそして一番そうだなぁ言われるのはこれなんじゃないですかね昔から言われるこれ 下手な鉄砲も数じゃ当たるですうんやっぱり営業では <laughs> これだよねとにかく、うん、手数を増やすことによってどっか当たるっしょとどんなに下手なね営業トークであろうがどんなに下手な提案であろうが一 手数ね、やっていいっっっぱ手やてればどっか当たるっしょととにかくお客さんとかに行って提案しまくって売り込みまくってればどこかに当たるはずなんだ。だから電話するんだ。どっかに訪問するんだ。ピンポンピンポンやるんだ。みたいな。まさに数じゃ当たる。まぐれでも仕事ってもらえるんだよね。っていうのは確かにあるんですよ。これは。それはある。うん。だからこれ非科学的ではないですよね。うん。だからよっぽど変なものを売ってるんだったらともかくとして、そしてめちゃめちゃ戦略をね、度外視してやってるんだ。 だったらいけないですよだけどいくらなんでもまあ普通うちの商品を売るためにはこういうお客様かなこういうお客様かなと訳のわからない会社にもうとにかく飛び込んで売るなんてことはありえないじゃないですかですのでまあとにかくいろんなところをね当たってまあたいこういったお客様に会えばまあとりあえずね手数やっていればどっか当たるっしょっていうのはまあからんでもない話ですよねうんまあそれはあるんだけどまあさすがに私もそれはあんまりおすすめしないまあ確かにそれをやっているとまぐれあたりはあるんだけどそれを狙って 使っているとやっぱり再現性がなさすぎるのでそれをおすすめするわけではないということですねあと私どもコンサルタントがよく使っている言葉で皆さんにご紹介したい言葉はこちら quick and dirty です。これはどういう意味かっていうと、dirty っていうのはちょっと汚いとか、まあ、そんな意味ですよね。なので、まあ、汚くってもいい、不完全でもいい、綺麗じゃなくてもいい、かっこよくなくてもいいから、とにかく素早く動くんだ。quick and dirty っていうんですね。これね、コンサルタントでさえ quick and dirty っていうわけですよ。もちろん考えますよ。コンサルタントだから。 ものすごいスピードで考えるんですけど、それを1日1週間1ヶ月考えてから行動するっていうことじゃなくって、ある程度パンパンパンと仮説を立てたら、よし、とにかく動こうっていうことです。動くことによって仮説の精度が上がっていくから、まずは動けという、まあこういう発想。だけど、大量行動とスピードアップはちょっと違う話なんですよね。ちなみに大量行動を続けていくことによって行動スピードが上がることは間違いありません。行動量が少ないと、やっぱりね、行動が になっってていくことってあるんですねなので、大量行動の、まあ、結果としてのメリットとしては、スピードアップにはつながっていく。ですから、大量行動してもいないのに、スピードを上げろって言っても、これはなかなか難しい。っていうことは覚えておいてください。それではですね、今から大量行動ってなぜ必要なのか、4つのポイントを皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、大体はですね、先ほどご紹介した、こちらの絶対達成バイブルに書いてはあるんですけども、まあ、皆さんに口頭でちょっと解説したいなと。 思いますまず「無意識的有能状態」これはもう鉄板ネタですねインパクトかける回数によって脳の思考プログラムが変わっていくこれは横山の本とかセミナーとか一 1回でも受けた1回でも本読んだ人は知ってる話ですね脳の思考プログラムを変えるためにはインパクトをかけるのかそれとも回数なのかということです新たな習慣を身につけるためには繰り返し繰り返し同じ行動をとることによって習慣化出来上がっていくということですねですから皆さんが「うーんそうですね朝のジョギングやりたい」って言ってもなかなかねえー、慣れない習慣化できないってことあるじゃないですかだけど毎日毎日とにかく嫌でも外に出て「うーんそう 500m でも1キロでも本当に短い距離でもいいからずっとやり続けていったらだんだん習慣化していくつまり無意識のうちに有能になっていく。 無意識のうちにできるようになっていくということなんですよ。だから、赤ちゃんの時に親がしつけとして歯磨きとかね、させるじゃないですか。本人が必要だからやりますって言って赤ちゃんがシャカシャカシャカってやるかって言ったらやらないですよね。まあ親としてはちょっとね、やりにくいかもしれないんだけど、赤ちゃんにガッガッガッってやりますよね。で、それを繰り返し繰り返し毎日やっていくことによって、食事をした後は歯を磨かないと気持ちが悪いっていうことになっていく。これなんですよ。私は読書習慣。 がありますでどっか行く時それ本当に近くの喫茶店に行く時でさえカバンの中にに何か一冊本本がないいと本当に気持ち悪いんですよね皆さん読書習慣がなくても多分どうでしょうスマホぐらいは常に持ってるんじゃないですかもうこれ完全に無意識的有能状態になってる。 だから昔はそんなことはなかったと思うんですよ。だって、スマホが存在しない、携帯電話が存在しない時代に私たちは生きてたはずなんですよ。よっぽど若い子でない限り。ということは、どこかで、あるタイミングで、それがね、習慣づけられちゃってるってことですね。で、それで会社に行くときとか、どっか遊びに行くときでも、あやべ、なんか、スマホ忘れた。あれ携帯忘れた。あ、なんか、なんか気持ち悪いってことはありませんだから、歯を磨くのもそうなんですよ。なんか食事をした後、歯を磨ない。なんか気持ち悪いんだよねって、こういうこと。だから、ジョギングが習慣になってる人は、朝、 いくら雨が降っていたとしてもとりあえずちょっと外行きたいなっていう規模になるんですよ。私なんかかはどっっちょっと行くだけで どうせ本読まないかなと思ってもひょっとしたら読むかもしんないと思ってカバンの中に本を入れるんですよ。入れないと気持ち悪いから。これも理解できる人と理解できない人がいると思うんですけどそういうもんです。ですから数繰り返していくと数繰り返していくことによって無意識的有能状態になるっていうのはそういうことなんですよ。ですから新しいことをやるときはどんなに数が少なくっても慣れないわけなのでだから毎日のようにもしくは週何回というタイミングでずーっと と繰り返し繰り返しやることによって習慣づけられていって無意識のうちにできるようになっていく。最初のうちは誰かの前でプレゼンテーションするっていうのがすごく緊張してるってことはありますよね。私も本当にそうでした。で、すごく意識するわけですよ。だけど、繰り返し繰り返しやってると意識しなくてもできるようになってくるわけです。そうなって初めて肩の力が抜けます。最初だって肩の力がね、めっちゃ入るわけですよ。この YouTube で何か喋るっていう時も慣れないもんだから肩の力が入るわけですね。ですけどもだんだん慣れてくるから肩 肩の力が、ね、抜けけてくるわけですよ肩の力抜いたっていいんだよって誰かに言われたって抜けやしないんです繰り返し繰り返しやることによってだんだん意識しなくてもできるようになっていく意識しなくてできるようになるからこそじゃあ一つ一つの行動ってどうすればいいのかっていうことに意識が向くんですよねこれは脳の焦点化の原則といって意識というものは1個にしか向かないわけですですですからまず行動習慣が身についていない場合は行動しなくちゃいけないっていうところに意識とらわれてしまうので行動の中に 中身を変えるってことは難しいわけですなので行動の量も増やさなくちゃいけないし行動の質も変えなくちゃいけないって言った時に両方いっぺんには絶対にできないですだからまずは量を増やさなくちゃいけないんだったら量を増やすというところに意識を向けて無意識的有能状態にするそれが1週間なのか2週間なのか3週間なのか1ヶ月なのか5ヶ月なのかまあいろいろありますだけど確実に誰でも習慣化はできるわけです皆さんだって、ね、いろんな体験してるわけで,昔はで できなかっっったここととが今スムーズにでできるるていっぱいぱあるわけでしょ、うん、だから確実にできるんですよそれがねっ、まあ、1年もかかることはまずないんですよ同じタイミングでやり続けなくちゃいけないですよその代わりなのでそれをずっとやっていくと無意識的有能状態になってじゃあそっから創意工夫できるようになるつまり新しい行動を慣れてもいないのに創意工夫考えて質を上げるってことはできないっていことは必ず覚えておいてくださいででですののの大量行動の4つのポイントで 一つ目は無意識的有能状態になるためには絶対に必要だということなんですね。で、二つ目は何かっていうことなんですけども、二つ目は対数の法則。対数の法則ってこれ、私のセミナーの一般ネタだったんですけども、最近あんまり言わなくなりました。こちらの書籍、先ほどの絶対達成バイブリにもちらっと出てくるわけなんですが、これはどういうことかっていうと、経験的確率が理論的確率に近づく。 そういう意味なんですよね。意味わかんねーって皆さん思うかもしれないですね。よく私が例えるのがコインの裏表の話です。コインをプッと投げてタコをキャッチするでしょ。で、裏か表かとかって言うとするじゃないですか。で、表だとか裏だって言いますよね。裏でした、表でしたみたいな感じ。これを例えば1 10回コインを投げてキャッチして表か裏かみたいなことをやった時に果たして10回のうち表は何回出たのか裏は何回出たのか例えば表が2回出て裏が8回だとするとそうなんだコインって裏が80%の確率で出るんだって思う人います例えば自分の周りに 女の子いっぱいいっぱるんだよねと自分の子供も女の子だしそして友人のお子さんも3人とも女の子でうちの親族もほとんど女の子なんだよね最近って女の子の方が生まれるんだねって思います思わないよねそれはたまたまでしょっていうことですなのでさっきのコインの裏表の話で言うと10回しかやってないから裏が8回出たんですよもし100回 一回やったらどうなりますか？千回やったら、一万回やったら。 どうなりますか ?1 万回やっても2対8になるんであれば、なるほど。理論的確率は8割。裏が出るんだよね。っていうふうに言ってもいいですよね。だけど、私たちは知ってるわけですよ。コインの裏表だったら、だいたい50%と50%。ですから、数繰り返し繰り返しやってると、理論的確率に近づいていくわけなので、何かをやったときに、一体どれぐらいの確率でこうなるのかっていうのは、数繰り返さないとわかんないということなんですよ。 例えば私が何らかの提案をして受注する確率が30%なんですっていう風に言う営業さんがいたとしますよねでもその30%っていうのは1ヶ月間の商談の中での平均値なのかそれとも1年間の平均値なのかそれとも10年間の平均値なのかでは全然違うわけですよ。 なので、10年間はちょっと長いかもしれないんだけど、3年、4年ぐらいのスパンでずっといろんなお客さんのところにやってきて、まあ数で言うと、200社行きました。500社行きました。もうとにかく商談ずっとやってきて、提案しました。提案の数は合計200社。そして、その後に受注に行った数がこれぐらいの数。だから、確率としてはだいたい28%ですとかね31、31%ですって言われると説得力が高いですよね。なぜかっていうと、大量にそれをやって、 きていいるかららどれぐらいの比率でそうなるのかかということが分かるわけですななのでちょっとししか経験していない例えばこういったイベントを開催するとこれぐらいの人しか来なかったなるほどこういったテーマのイベントっていうのはこれぐらいの人しか来ないんだって言ってしまうのはまずいんですよたった1回とか2回しかやっていないんであれば何をやってどれぐらいのリターンが返ってくるかっていうこの確率って分かんないですよねだから繰り返し繰りり返返ししやることによって 大体のコンバージョン率理論的なコンバージョン率が分かってくるということなんですよですから自分自身の実力どれぐらいの質なのかっていうことを推し量るためにも実は量を重ねることはとても重要だということですそして3つ目はめちゃくちゃ重要な最低必要努力投入量ミニマムエフォートリクワイアメントの話ですまさにこちら「絶対達成」バイブルで最も重要だというふうに私が思っているのがこの最低必要努力投入量 投入量の話なんですよですからどうやったらね最低必要努力投入量が分かるのかつまりこの結果を出すためにはどれぐらい最低限努力を投入しなくちゃいけないのかそれって皆さん分かりますかということなんですよね例えば新規の事業を立ち上げました自分の力でこの事業を軌道に乗せたいじゃあどうすればいいのかっていうのは新規の事業をちゃんと軌道に乗せてようやく分かる。 ということなんですよだから例えば資格格試験の合格ででいうと分かりやすいですよね中小企業診断士合格するためには一般的には大体1000時間ぐらい必要なんじゃないかって言われてるわけですじゃあ自分自身も1000時間かっていうとわかんないですよね自分自身はひょっとしたら1500時間必要かもしれない800時間で資格合格するかもしれない人によって変わってくるんですよ最低必要努力投入量はだから 結果が出るまでとにかく努力し続けない限り、どれぐらい自分は努力しないと結果が出ないのかっていうことがね、わかんないんですよ。だから、初めて新しい事業を立ち上げる。初めて新規顧客開拓をする。新しい商品アイテムを扱ってお客様のところに提案するっていうんであれば、どれぐらい行動することによって結果が出るのかっていうのはわからないんですよ。仮説立てようがない。だから、まずはちょっと精神論になるんですけど、がむしゃらに 行動してでとにかく結果を出すすんですよ結果を出して初めてこんだけ行動するこんだけ努力することによって自分の場合はもしくはこの組織の場合はあの数字が出るんだっていうことを見届けるわけでそれだと効率が悪いっていうんであればじゃあここからどうするのかっていうことをね押、えー、し量っていけばいいということです。3つ目が 最低必要努力投入量これがねものすごく重要なポイントですそして4つ目はまあ私の書籍読んでる人はまあ間違いなく知っているでしかも多くの人がこれなんじゃないか、ね、書籍にも書いてありますこれなんじゃないかって思うのが単純接触効果ですねつまりお客様との接触回数を やっぱり繰り繰返で、これはもう心理効果でえ言われてます。ザイアンス効果というね。ロバート・ザイアンスっていうアメリカの心理学者が見つけた単純接触効果なのでザイアンス効果とも呼ばれるわけです。とても有名です。だからテレビ CM でもそうですね。同じようなポスターをずっと見続けることによってだんだん刷り込まれていって で,でまあ安安心安全の要求が満たされていくだからそれが危険だとか何かねノイジーなものだとは思わなくなっていくということなんですよね見慣れているものだからということなんですそうすることによって警戒心が解かれていくっていうことなんですテレビ CM でも同じことをずっと繰り返しているそれはなぜかっていうと単純接触効果を狙ってるからなんですね でででですすこれでもすごく意味があるわけですお客様のところに何度も何度も接触することによって相手に顔と名前を覚えてもらってああアタックスの横山さんどうしたのっていうふうに言ってもらえる1回目や2回目はね、まあ、あんまりそんなことは言ってもらえないわけですよただ繰り返し繰り返し接触することが重要でただしマイナスの印象をずっと 接触するたんびに相手に当たるとこれはまずいことになります。なのでプラスでなくてもいいんですよ。つまり単純接触なのでいかに短い接触をたくさん繰り返すかが重要でお客さんのところにお伺いしてもう15分も20分も30分も1時間も相手の時間を奪うなんてことは絶対にダメです。 ですから私過去の書籍で2分間2ミニッツ営業って言ったんですけどとにかく顔ちらっと見せるってことが重要だみたいなことを言うわけですよねだってテレビ CM だって15秒とか30秒の世界ですよ だから単純接触っていうのはとにかく短い接触シンプルな接触相手に変な印象を与えないような接触っていうことはとても重要だこれを大量に繰り返していくことによってまあちょっと近しい関係になっていくっていう心理効果があるのでここはぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います皆さんぜひ勘違いしてほしくないのは大量売り込みでもないし大量提案でもないそして数うゃ当たる的な発想でもないということです とはいえもちろんちゃんと戦略を練ることが重要で私どもの余罪管理の発想で言うと余罪ポテンシャルがあるお客様そういった余罪を目標の2倍仕込むことによって目標の未達成リスクが回避できるということなんですよねじゃあ目標の2倍の余罪をどのように仕込むのか そのためには、それなりの手数っていうものが必要なので、だから大量行動ということがよくあるということは、ぜひ覚えておいてください。今回の動画はいかがだったでしょうぜひ皆さんには、この余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そして、この動画、参考になった、気に入ったという方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして、私のメインメディアは、概要欄で紹介されているメルマガです。ぜひメルマガの登録はよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日は ありがとうございました。